イングランドの国歌は公式に定められたものはないが、その役割を果たす多くの曲が存在する。ほとんどのスポーツのイングランド代表の曲として、イギリスの国歌である、女王陛下万歳が使用されている。現在以下の曲が使用されている。イギリスのカントリーイングランドウェールズスコットランド北、アイルランド2007年4月20日、英国自由民主党のグレック・マルオランド、庶民員議員は、 イングランドは独自の国家を持つべきだ提案する討論日未定動議を庶民院員において提出した。この EDM はすべてのスポーツ競技団体のためにイングランドの選手と市民が競技会において賛成するであろう適切な曲を採用することを求めた。またエルサレムにイングランドの国家としての公的な地位を与えることを求める EDM が 保守党のダニエル・カウシンスキ庶民議員によって2006年10月16日に提出された。2008年4月、マリオランドはラグビーリーグ、イングランド代表にオーストラリアでの2008年秋に開催されるラグビーワールドカップにおいて女王陛下万歳ではなくイングランド国家を使用するよう求めた。4月28日、マリオランドは新たな EDM を提出した。 この EDM では、ラグビーリーグワールドカップに参加するスコットランドとウェールズが独自の国家を使用すると考えられることから、イングランドは連合王国国家よりもイングランド国家を使うよう呼びかけ、イングランドのラグビーリーグファンはイングランド国家を選ぶ機会を与えられるべきであると提案した。しかし、実際のワールドカップにおいては女王陛下万歳が使用された。 2010年の4月23日の成城時の日にイングランドコモンウェルスゲームズ理事会は2010年にインドのデリーで開催されるコモンウェルスゲームズ大会で演奏される曲をイングランド市民が決定するための投票を行った。投票者は女王陛下万歳エルサレム希望と栄光の国の中からイングランド代表の歌として使われる曲を選ぶことができた。5月30日に エルサレムが52%の支持を得たことが発表された。2012年ドンドンオリンピックの開会式の冒頭の英国の農村ソン風景のアトラクション、少年によるエルサレムの歌唱の中で演じられた。ウィリアム・ブレイクの詩、古代、あの足が、の最も知られているものは、ヒューバート・パリーによる音楽と、エドワード・エルガーによるオーケストレーションによる1922年の リーズ音楽祭のための大規模還元楽のためのものである。還元楽版を初めて聞いたときに、ジョージ5世はエルサレムは国家として国王陛下万歳に変わると発言していた。エルサレムは希望と栄光の国とともに BBC プロムスのラストナイトで演奏されるのが恒例である。この曲は労働党によって1945年の総選挙でクレメント・アトリーが 我々は、新しいエルサレムを打ち立てるであろうと、キャンペーンスローガンとして使用された。w ウィメンズインスティチュートの非公式の歌となっており、歴史的にナショナルユニオン・オブ・サフリッチ・ササイアティスによって使用されてきた。また、保守党の党大会においても歌われてきた。エルサレムは、成常時の日に、イングランドの大聖堂、教会と礼拝堂の儀式と退出時の賛美歌の一つ。 して歌われていた。教会の中には、エルサレムの日曜日に、この賛美歌を歌っている。エルサレムの日曜日とは、聖地エルサレムを祝福するための日の一つで、世界中の英国国教会と同様に、アメリカ合衆国のアメリカ聖公会で営まれている。しかし、英国国教会の聖職者の中には、この曲が行き過ぎた、民族主義的なものであり、神への祈りではないと考えて、 教会での使用の許可を拒否していた、あるいは拒否してきた者も,もいる。上記の議員の討論日、未定動議のように、エルサレムに公的な地位を与える呼びかけがなされてきた。W ・ファットレによるエルサレムの演奏の一つが、イングランドサッカー協会によって W ・ UEFA ユーロ2000のイングランド代表の公式ソングに採用された。エルサレムは2003年以来、 イングランドウェールズクリケット会議の公式賛美歌であり、プレイ開始とテストマッチの前の両方で演奏されてきた。しかし、W2010ICC ワールド2020と W201011 アッシュズシリーズでは女王陛下万歳が歌われた。BBC プロムスのラストナイト。希望と栄光の国は、監修が国旗を振る中で歌われる。希望と栄光の国は、 長きにわたり BBC プロムスのラストナイトで旗が振られる中で演奏されてきた。ラグビーの国際試合ではイングランドはしばしば希望と栄光の国をチームの国家として歌った。この曲は2010年にエルサレムが採用されるまでコモンウェルスゲームスのイングランドの勝利の曲としてイングランド代表に使用された。イングランドには公式な国家はなく、 通常イギリスの公式な国家である女王陛下万歳をスポーツイベントの際には採用している。しかしながらこれに対して変えるべきだという意見はある。2006年の BBC による統計では55%のイングランド市民が希望と栄光の国が女王陛下万歳よりイングランド国家にふさわしいということが示唆されている。我は何時に誓う 我が祖国よは有力なイングランド国家候補である。しかしながらこの曲は第一次世界大戦の戦没者追悼と常に結びついている。他のイングランド国家になり得る愛国曲にはローズ・オブ・イングランドのような伝統的な歌もある。1937年にアイバー・ノベロがミュージカルクレスト・オブ・ザ・ウェーブのために書きベラリンによって人気を博した。歌詞の花は イングランドの国章に使用されているチューダーローズである。W.They Are Always Be h in England もまた愛国曲であり、1940年に書かれ、広まり、第二次世界大戦を通じて高い人気を博した。この曲は W. ロス・パーカーとハリー・パー・デイビーズの作曲で、歌詞は W.Hugh Charles による。しそて、最も人気のあるバージョンは、 ベラリンによる歌唱のものである。イングリッシュフォークシンガーマギー・ホラントによる、A プレイス・コールド・イングランドのような現代の愛国曲も提案されており、この曲は 2000BBC ラジオにフォーク・アワーズでベストオリジナルソング賞を受賞した。ありがとうございます。